おはようございます。今日はですね、Apple Music と Apple Music 周りに出てきた新しい用語について説明したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、早速なんですけれども、最近話題になっている Apple Music なんですけれども、いろいろ気になるワードが出てきます。はい、7500万曲以上をロスレスオーディオで再生、追加費用はなしとあります。まあ、まずこのロスレスオーディオですよね。さらにあらゆる方向からサウンドを響かせるドルビーアトモス。このドルビーアトモスもよくわからないですよね。まああとはね、よくわかると思うんですけれども、最近ですね、話題になってるこの2つですよね。まずはロスレスオーディオ。このロスレスオーディオっていうのは何なのかっていうとですね、今まで Apple は基本的には AAC っていう形式のですね、圧縮音源を使っていたんですけれども、これはアドバンストオーディオコーデックっていうことですよね。 Apple 独自のコーデックなんですけれども、まあこれはあの MP3 よりはややいいかなぐらいの品質だったんですけれど、これからはですね、この Apple Music 自体がカタログを丸ごとロスレスオーディオ圧縮でエンコードし、追加料金なしでお楽しみいただけるようになりました。ということで、簡単に言ってしまえばですね、音質が良くなったということですね。この部分に書いてある説明であります通り、 Apple は Apple ロスレスオーディオコーデックという ALAC というですね、独自のオーディオ圧縮技術を開発しましたということで、こちらで 16bit44.1kHz、 これは CD の品質ですね。そして最高24bit192kHz までの解像度でエンコードされるようになりましたという風になっております。でロスレスはどんなものかということで、知っておくべきことという形で説明がありますけれども、まあもちろんですね、解像度も上がりますから、画像ファイルとかでですねイメージしていただけると分かりやすいと思いますけれども、解像度が高い大きい画像になればなるほどデータ量は大きくなりますよね。音楽も一緒で、 AAC や MP3 に比べてロスレスオーディオになるとかなりデータ量が増します。まあ基本的には10倍ぐらいになると思った方がいいでしょうね。なのでこの Wi-Fi でストリーミングをするとデータ消費量が増えると、それはもう当然ですよね。でそれをダウンロードするにもデバイスの容量がさらに必要になると。解像度が高いほど低い場合よりもデータ消費量が増えます。さらに注意点がもう一つあって、 AirPods、AirPods Pro、AirPods Max、Beats ワイヤレスヘッドホンは優れたオーディオ品質を保証するため、Apple AAC Bluetooth コーデックを使っています。ところが Bluetooth 接続はロスレスではありません。まあ、これちょっとこの辺がね、皆さん分かりづらいと思うんですけれども、基本的に Bluetooth 接続にしたらこのロスレスとかですね、高音質のものは聞けないと思ってください。再生できないんですよね、データの形式というか通信の帯域の問題で。そしてさらにもう一つ注意点として、すでにダウンロードしてある曲のロスレスバージョンを入手するには、その曲を一旦削除し Apple Music カタログから再ダウンロードしてくださいということで、すでにダウンロードしてある曲はですね、ダウンロードし直す必要がありますということになってます。でロスレスが聞ける状態なんですけれども、 iOS または iPadOS14.6 にアップデートして、有線接続のヘッドホン、レシーバーまたは電源内蔵スピーカー、サンプルレートが 48kHz を上回る曲を聞くには外付けのデジタルアナログコンバーターが必要です、と、まあこんな風になってます。まあちょっとこの辺がね、専門的でちょっと理解しにくいかと思うんですけれども、いわゆるハイレゾって言われる世界に突入していくんですよね。全体的に基本的に有線接続のヘッドホンとかじゃないとですね、それを聞くことはできないということになってます。でこのロスレスのオンオフはミュージックの設定で変更することができます。ちなみにこちらはですね、もう今ほとんどされる方いないと思いますけれども、 CD のリッピングなどもロスレスにできるようになってます。Mac の場合は MacOS11.4 にアップデートということで、でこちらも同じような条件になっています。で Apple の定義としてこちらに書いてあるんですけれども、ロスレスは最大解像度 24bit48kHz、 まあこれロスレスでいわゆるハイレゾの一番スタート地点になるようなところなんですけれども、 Apple としてはハイレゾロスレスを最大解像度 24bit192kHz にしてますので、まあ、Apple としてはこういう認識でいるということでしょうね。っていうのもですね、音楽 CD は先ほど出たように 16bit44.1kHz だったんですけれども、その CD の規格とですね、動画の規格はちょっと違いまして、動画の方は規格が基本的に 24bit48kHz なんですね。なのでそれを水準に今合わせているような感じになってます。でハイレゾっていうのはこのさらに 24bit192kHz という形になってますね。かなりの高解像度で録音するっていうのはすでにもう随分前から行われてはいるんですけれども、
長らく視聴環境が CD っていうですねメディアに引っ張られて16ビット 44.1kHz だったっていうのが現状でした。でも YouTube がこんだけですね一般にも知られるようになってくると24ビット 48kHz が普通になってきます。覚えておいていただきたいことっていうのはこの Bluetooth では聞けないですよということです。再生はできます。再生はできるんですけどロスレスオーディオレベルのクオリティにはならないということですね。なので Bluetooth イヤホンとか Bluetooth ヘッドホンは基本的にはもうこのロスレスオーディオクオリティは聞けないというふうに認識してもらえばいいと思います。でさらにもう一つ面白いところが Apple のライトニング 3.5mm ヘッドホンジャックアダプターっていうですね昔 iPhone についてたライトニングから 3.5mm のステレオミニジャックに変わるアダプターですね。あれはなんと 24bit 48kHz のデジタルアナログコンバーターを内蔵してるんですね。なのでそれを使うことによってロスレスオーディオを聞くことができるという形になってます。高音質で聞きたい場合はまだまだ有線のヘッドホンを使った方がいいですよということですね。で、AirPods Max にも有線にするモードがあるんですけれども AirPods Max ではこの完全なロスレス再生はできないということですね。さらにコンテンツの中にロスレスオーディオに対応していないコンテンツがありましてそれがブロードキャストラジオ、Apple Music One、Apple Music Hits、Apple Music Country のライブラジオやオンデマンドコンテンツ、ミュージックビデオということでこのあたりはロスレスオーディオには対応してないようです。まあ、さらにですね CarPlay で USB 接続をするとロスレスオーディオを聞くことができるということですね。で車内でモバイルデータ通信を使ってロスレスオーディオをストリーミングするとデータ通信量が大幅に増えますと、まあ、当然のことなんですけれども書かれています。なのでこういう CarPlay で使う場合はオフライン再生ができるようにしてダウンロードしてから聞くのがいいでしょうね。というわけでいかがでしたでしょうか。様々ねドルビーアトモスとか空間オーディオとか気になる話題がたくさんあると思うんですけれどもそちらはまた後日お伝えしたいと思います。それでは今日はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。